どうしようかな、何喋ろうかな。よし、じゃあオープニング流していきます。あ、間違えた。っていうか、沖縄マラソンの前の週だった。 OK、 あ、大丈夫だ。次の日だ。あ、前の日だ。沖縄マラソンだな。2月19日は筋肉痛でアガアガしてる。いい風味か。ああ、意味わかった。はい、もうダジャレ。2月19日月曜日の朝の時間です。私、あらか進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmkinoone.com。 もうごめんなさい。fmkinoone ではメッセージを募集しています。ツイキャスト、YouTube、音声と映像のネット配信をしています。よろしくお願いします。ということで、だから本当に久々だね。埼玉の子さんも、高坊さんも。本当に、こう、今まで土曜日やって、こうやってユンタクしてたけど、それがなかったから、ちょっと、いい感じ。よかった。ということで、2月19日なんですけど、その前の日に、沖縄マラソンがありまして。で、とりあえず、収録、これ収録でね、走ってないんですけど、予想しています。体がガタガタです。おお、ちなみに本番いつなんですか？18日ですね。18で、放送が 19？ 19日。あ、じゃあ、よかったですね。ということは、収録で。収録でいいんですけど、走った後の姿で、この前の話を聞いてる自分がいる。デジャブ。意味やからね。っていう回になります。で、沖縄マラソンでもね、本当にまともに開催するの、令和元年が最後だったんだよ。じゃあもう5年ぶり？そう、ウルトラ、仮面ライダーって言ったらさ、あの時ビルドだったわけ。今さ、仮面ライダーの変身シーンってさ、変身ポーズなしで変身するの分かる？知らない。そうなんだ。うん、そのまま立ったまま、なんかシャあ、キファンーンってで。何か入れたら、なんか周りから CG でシャキンシャキンシャキンってやるさ。何？それがいつの話ですか？シャキンこシャキれン変身っが、てやる前の話。で、平成まで。でも、令和元年から、この何かをポチッと入れたら、この立ったままでも変身できるようになったわけ。確かにそのイうん。メージ、なんか結構スマートですよそね。う。こう、デキが来た時にさ、変身ポーズしないで、パンって何かカードでも入れたら、歩きながら変身してそこで戦うシーンとかあるさ。あれが令和元年からだわあ、け。そうなんですか。その年が最後だわけ。そんなん。だからね、なんか年食ったね。だって5年前って何してた？5年前は23だから働いてました。 特に。そうか、こっちじゃないね。別のとこだよね。あ、そうそう、こっちにはいないですけど、もちろん。はあ、5年。楽しかったですね、23歳。23歳。23歳だったかな、5年前は。自分から見たら今でも楽しいと思う。あ、本当ですか？ありがとうございます。 そうか。うん。朝どうだったんですか？自分の5年前、普通に働いてた。今とそんな変わりない？変わりないな。すごいですね。5年前と今が変わりないっていうのも逆にすごいけど。5年前はでももう少し痩せてたよ。76ぐら今何キロなんですか？い。うん、80。でもそんな大差。病気痩せてね。いいです ね。痩せた。で、多分その頃の自分は筋肉痛でガタガタなんだろうけど、多分ね、体重も痩せている。で、なんかマラソンしたことある？ないです。
なんかズンバとかやったことある？ズンバってダンスですよね。ズンバ、やっなたい、こないない。と。とりあえずね、友達、ジョギング好きいる？何、筋骨？ジョギング、走るの好きな人。いないです。マジでもで。パーソナリティ多いですよ、結構。ジョギングする人。まず、10キロ走ってごらん。あ、10キロはなんとなく走ったことあるけど、死にそうです。女性走ってごらん。女性一番いいと思う。痩せるで。へえ、10キロ？多分3キロは痩せてると思う。2、3キロは痩せれ 1 ヶ月で？る。1時間で。え、走っただけでってこと？そう。なわけ。そのぐらい痩せる。そのぐらいのレベルなの。10キロって。そうでしたっけ？そうだよ。だって無理やりに走らんといけんさ。なんで走るかって言ったら、はい。逃げることができないんだよ。逃げることできないんだから。10キロ走らないと家に帰れないの。人ってさ、何で痩せるかって言ったら、やりたい時にやる時には痩せきれないの。やりたくない時にやるから痩せれるの。そう、体は、もう勉強とかもそうだけど、受験勉強なんて受験勉強しないと高校に行けない確かし、嫌に。でもやらないというか、はい。で追い込まれるとやる。体も一緒で、10キロ走らないとゴールに行けない。でゴールに行かないところ、ゴールした時の嬉しさがないわけ。やるしかないわけ。だからやるさ、無理やり動かすさ。で無理やり動かすっていうこのエネルギー、要は車がこの赤信号で止まっています。で青信号になって発進します。だってそれと一緒さ、止まってるものを無理やり前に出すさ。その時って一番ガソリン食うっていうさ、クーラーでも止まっているものを無理やり動かしてクーラー効かすさ。でクーラーってこのスイッチオンオフで一番オンの方で一番使うっていう、あれと一緒で人も一緒だわけさ。走らないとあれがない、ゴールに着かない。そのためには無理やり体を動かす、それが一番痩せるわけ。そう、なんか部活やってた。面白い。でも吹奏楽部とかやってた。吹奏楽部って楽器吹くときに肺活量使うさ。吹かないと楽器はならない。でも苦しいときやるさ。苦しくても吹かないと楽器ならないし、これをずっと吹かないとみんなの迷惑がかかるから吹くさ。その時に肺活量がつくわけ。ちょっと無理をするっていう。で本当に10キロでも3キロぐらいは痩せる。そうなんだ。結局水飲んで元に戻るけどね。でこの時にまた歩いたり走ったりするわけ。そうするとより減るわけ。でもそれができるかどうかだわけさ、世の確かに。中。そう、だから走ってみたらびっくりするぐらい痩せるんだ。痩せると思う。おお。だから走っている男性もそうだけど、女性もそうだけど、女性から見て走る人の女性のさ、スタイルってさ、キリじゃない？確かに。なんかボッキュンボンではないけど、出るところは出てるけど細いところは細いさ。男なんて、なんだろう、細いようだけど、ランボーみたいな感じのさ、スタローみたいに太ってるようだけど筋肉あるよね、お相撲さんみたいなさ、あんな感じのおっちゃんとかいない。あんな感じの体型になるわけ。無駄が削ぎ落とされるわけ。っていう。いいんですね、じゃあ走ることは。別にいいんだよ。別に吹奏楽でもいいし、楽器でもいいし、
卓球でもいいし、はい、何でもいい。ただ今フィットネスが流行ってるさ。入ってますね。フィットネスのこの見る筋肉、はい、で結局は見る筋肉なんだよ、うんうんうん、あれって、うん、あれはあれってあんな体型作るのってすごい、うん、食事制限とかさ、そうです、ね、もうやりたくないけどこう筋トレしないといけない、もう眠るときは眠らんといけないし、うん、自分の私生活をさ本当に無駄にしながら、はい、でもこのために頑張って やってこの筋肉作るから、それでもこの人たちはすごいんだよ、はい、うん、だけどね残念ながら動く筋肉ではないんだよ、うん、見る筋肉だから、うんうん、なるほど。だからこういうボディービルダーとかが、まあ、YouTube とかで見ていたらさ、筋肉があるからってアームレス、うとつもとかやるでしょ、うん、動画とかでよくあるさ、はいはい、でもこのこのうとつもの、このチャンピオンとかでやったらボロ負けするさ、はいはい、でもこの例えば腕相撲よ、で腕相撲やってる人って体も脂肪だらけでも、はい、いざ握ったら腕がむくって大きくなってから負けちゃうさ、うん、だから鍛えるところなんだよね、というとりあえず CM 行くか、はい、では痩せるよ。にゃ、走ってないけど大丈夫かなと思いながら走ってない、10キロの練習してない。本番は何キロなんでしたっけ？10キロなんだけど、あ、本番はフルで、沖縄マラソンの花形でしょ、はい、は 42.195 キロ、10キロはおまけ。その前でも3キロあったんだよ、親子コロナで亡くなっちゃった。じゃあ行きます。はい、どうぞ。はい、ということで、ね、沖縄マラソンから定時脱線してしまったんだけどさ、でこの沖縄マラソン、この走る時にさやってはいけないことがあるんだけど、お酒飲んで、はい、お酒朝まで飲んで、はい、走るのだけはどうかやめてください。喋っていなくないですか？いる、そんな猛者いる。マジか、頭狂ってるの。いるんだけど、なんでかダメっていうのは、自分が走った時にこれニュースに、新聞にも載って、ニュースにもなったんだけど、事件があったってことですか？小学校の先生が亡くなったの。マラソンで、うん、脳一血、脳の方に血が溜まって破裂したんかな、朝の5時ぐらいまで飲んで走ってて、はい、ライカムの交差点あるでしょ。あ、はい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 、ライカムの交差点曲がるところがあるさ、うんうんうん、ヤキバルの方に、はいはいはい、行くところに、ね、真ん中に前はねもうちょっと大きい木を植えるところがあったわけ、はい、あそこで倒れた。そこから多分もう十字路から多分ヤキバル向けの200メートル行くかな、100か200メートルの間ぐらいで倒れて、はい、亡くなってるのよ。そうなの。あそこで人亡くなってるの、マラソンで。でそれからもう本当にお酒やるときには飲まないでくださいと。で逆に亡くなったらもしかしたら文句言われるかもしれない。何か処罰があるかもしれんよ。多分沖縄マラソンからしたら損壊被無りましたと、うん、あなたのせいで中止になりましたと、うん、何か言われる可能性もあるから、多
もう走る時にははい。次回からでいいので、もう多分それは本当にやめた方がいい。で、自分がこの救急搬送されて5分か10分ぐらい経った時に来て、みんなもう拝んでから行くわけ、どうか生きているようにという す ご怖い。いのがあったから気をつけないと怖でいすわけね。よ そうだ、結構バカにしちゃいけんよね、フルマラソンって。で、10キロでも厳しいよ、10キロでもダメですと、飲まないでくださいと言う やばね、本当にそういうことをする人がいるんですね。今でもいると思うけどさ、多分自己責任だし、あの時はまだ亡くなってる人がいなかったから、大丈夫ですかって多分介護されて同情されてたんだよ、まだね。多分今やったら同情されないと思う。多分それでも命をなくしたとかなったりしたらね、多分同情されないでね、周りから批判されると思う そういうなんか気を、もう月からはお気をつけくださいっていう、まあ普通やらないんだけどね、その前に練習して走った方がいいよっていう で、自分がこれで両膝を壊してしまったから、で、別に毎日練習しなくてもいい、毎日歩くとか仕事で歩くとかっていうのを常に意識してやっていれば多分走っていいと思うんだけど、何もしないでぐうたら過ごして走るのは自分はやめた方がいいと思う。本当に自分こう15キロから20キロはどうにか走れる膝にはなった。でもね、15年、14年ぐらい前、じゃあね、13年前か、35の時とかは、36とかか、1キロ走れなかったぐらいの膝だった。で、ちょっとでも立ったり座ったり、忙しい時は走り回るさ、散歩とか行ったり運動会の練習とかするだけで膝が抜けるって感覚が、ちょっとわかんないな。膝がもう、もう膝が落ちるわけ、隠れ立っててるるんんだ。だけどカクって膝がついてしまうわけ、ああいう状態だったわけさ。こうなるからもうお気をつけてくださいと。まあ、自分もなってしまってから、自分がいてのやがやっていう人もいるかもしれんけどさ、それはもう近いから本当に気をつけた方がいいかなと。まあ、こんな自分でも週3回ぐらいは趣味の運動とかしたりさ、職場でゆっくり歩くようにしてるけどさ、ストレスからこのじんましんでしたってやばくないですか？マジですか？埼玉の郷さん、これってやばいよね。自分さ、この埼玉の郷さんストレスから来るじんましんってなるわけねえだろうと思ったわけで、帯状疱疹になったわけで、その時にやべえんだなと思った。で、大丈夫なの？全身なんですかね。部分的じゃないかな、多分遅れるぐらいあるからまだいいと思うけど、箇所どこなんですかね。自分脇の下だった、帯状疱疹？この乳首の下、なんかよくね、脇腹とかにできるって聞きますよ。明日ショップで買い物してきます。元気ですね よかった よかった。まだ高いお酒買わないでよ、どんなんとか。酔うよ。っていう話です。で、自分の場合が最近痩せたっていうんだけどさ、腸炎ダイエットで痩せたわけ。あと何分で、あとね、今49分なので、5、6分ですかね。大丈夫か。腸炎で痩せたんだけどさ、腸炎って本当にバカにしてたわけさ、なるかって、もう本当に自分も周りから怒られそうだけどさ、で、いざなるさ、
海地下きついね、あれ。大変ですよ。なったことある？なんか、あ、で、待って、腸炎女性となったこかとあありるまです。しょ、なんか当たった。でしょ。当たってなったことあります。女性とか体質的によくあると思うわけさ。これ女性とかってこう整腸剤とか飲んでるとか何とか言ってから大丈夫、整ったって言うわけさ。だからちょっと痛いからご飯食べれないってわけさ。大変だねと思ってたわけ。あれ、笑えないけど。どれくらい続いたんですか？普通にご飯食べれたのか、はい。先週入ってからやっとココアとキムチとか、乳製品と、普通の麻婆豆腐とかやっと食べれるようになった。それはいつから考えて、ずっ10、トータル12月の27で腸炎になったわけさ。で、先週なんか1月のだ十か何ら日とか。3週間は本当にもう今でもそうなんだけど、今1日約1食半だわけ。その病む前の、なる前の1食半しか食べてないわけ。その前は1食でも2、3、2人分とか食べてたわけ。今食べれんわけさ、怖くて。怖くて 怖くて なったら怖いし、腸の中でまた治ってんのかな。でもう嫁さんから聞いたら「弱いな」って言われるわけ。ごめん、男は弱いんだなって 弱くてごめんって言うんだけど、思った。女性すごいね。辛い。女性すごいねっていうか、どうなんでしょうね。辛いのは辛いですか？女性の職場だからわかるけど、女性ならではの痛みとかあるさ。頭痛もあるし、片頭痛もあるし。確かに。で、痛み止め飲みながら、痛いな、大丈夫、どうにかなるって仕事とかするときあるでしょ。これさ、考えてみたら、自分仕事休む。で、思った。で、さ、男よ、本当に弱いなっていうさ、心から言う。男は弱い。痛いもん。だって、本当に、ちょっと、職場に行くだけでトイレを2、3、2回とか行くわけさ。必ず1回行くわけ。普通に運転して、これ大丈夫かな？いや、次行こう。あ、これやばいな、トイレ行こうって普通に喋ってるさ。職場でも女性、もうほとんど全員女性だから、お腹きついんだよね、どうしようかな。来たんだよね。無理しないの大丈夫って言ってから話して、ちょっときついからちょっと行ってこようねって言ったりするさ。もうそばで聞いてて、大変なんだろうなと思って聞いてるさ。これが自分の倍と思ったらさ、尊敬した。年下だろうが、もう特に年下に、偉いなお前たちって、この状態で仕事してたんだ。たまたま1週間年末年始休みだったから、復帰する頃にはどうにか仕事ができたわけ。それでもご飯食べれんわけさ。で、周りは多分「大丈夫先生」って言うけど、多分心の中では思ってるわけ。弱いなって思ってんだろうなと思いながら、「すいませんね、弱くて」と思いながら仕事してるわけよ。思った。偉いね。すごいですよね、本当に。偉いと思う。という話。ダイエットから痛い話になったんだけど、思う。男は弱いです。世の中の本当に FM 系の職員も、うちの嫁さんも、職場の人も、知らない女性も、あなたたち偉いよ。っていうダイエットから痛い話。あ、埼玉のコウさん、ハブ酒買ったら。ハブ酒。買ってみて。美味しいよ。ということで、また収録するので参加して。ということで、また今週の放送も終わります。では皆さん、いってらっしゃい。日本で OK。もしね、休憩行きたかったら全然行ってください。大丈夫。
勢いで終わらせる。で、汚い話になるんだけど、はい、おならが出るさ、はいはいはい、おならが出てとっても嬉しいわけよ。腸炎の時出なかったんですか？出ないわけよ。へー、おなら出ないからお腹も痛い、お腹膨れる。腸炎ってこう軽物食べたらダメって感じでしたよね。そう、食べれなくて全部吐いちゃうか、もう下痢みたいな感じですよね。あ、だから食べるの怖くなったんだ。怖いわ、怖く、なんか情けないよね。腸炎ごときって思うかもしれんけど、でも女性の中でやってるから、女性のこの特有の症状は理解してるわけさ、うん、乳がんの話とかでもの話とかしてたから、あ、それ考えると生理痛とかあるさ、はいはい、人それぞれさ、ね、これにストレスで腎麻死んでたとか大腸法死んでたとかっていうさ、考えたらそれで子育てしてるさ、うんうんうん、普通に仕事してるさ、真顔で痛み止めだけ飲んで、尊敬するよ。ねえ、確かに。偉い。偉いね。っていう。本当によ。ちょっと一回終わりますね。うん。そうだったね。止めないといけ。